ドライブはまだまだ続いております。はい。慎吾さん。はい。はい。ねえ、まあ、この人のね、YouTube を見てるとですね、はい、ただ単にそういうゴシップを見てるっていうよりも、こう見る側のね、こう、うん、心理っていうのが、例えばね、はい、僕がまず思ったのは、こう、そのホワイトボードに名前を書いてはるのはね、うん、こう、デスノートって知ってます？はい、知ってます。デスノートのこう、主人公の、まあ、矢上ライト、はい、キラーのようにね、はい、こう、まあ、デスノートもこう、ノートに名前を書いたら、まあ、ああいう形になると、はい。なんかそういうようなね、ばばばばばってこう、名前、デスノートのキラーのような感じでね、こうなんか、すごいそこに狂気を、ね、感じる部分もあったりとかして、で、まあ、最初はそういう風にねちょっと興味本位で見てる部分もあったんですけどね、うん、こう、まあ、生配信とかもされるんですよ、うん、でその生配信で要は、まあ、スパチャとかねこう、はいはい、生中継という形ですから生配信ですから、はい、でこうスパチャでこう、ね、くれはった投げ銭というかね、うん、スパチャで質問された方のに対して この人のなんかゴシップしてますかみたいなのを聞かれて、あ、それ知ってますとか言うて、で視聴者の人とやり取りしてる中でその応援してますとか、はい、そういうような、なんて言うんかな、そこでねふとなんかこう、うん、はっと思ったんですよ、うん、なんかこうそういう感じでするような、まあ、ことではないって言ったらおかしいけど、うん、なんかこう人をさらけ出さすっていうところに対して、うん、なんかこう応援してますっていうのもなんかまあ変な感じってあれやけど、なんかこう、ちょっと心が痛い言うたら、なんかね、人格者ぶってるような感じがしますけど、なんかこう、あくまでも、はい、背に腹は変えられないというような中で、こう、自分の体感したこと、這い上がっていくためのもう苦肉の策やというような、こう、体で、やっぱりこう、見る側にとってもね、そういうフィルターがあるからまだ普通に見れてるんやけども、はい、まあちょっと、こう慣れてきはって、そういうようなこう普通のユーチューバーのように、うん、配信してこう、じゃあ、まあ、言ってしまえばその人の、まあ、悪口言うたらあれやけど、うん、まあね、そういうようなことを言うということに対してこう賛同してる人がいて応援してますっていうようなこと、まあ、そこになんかんと思う部分も、はい、まあ、あったりだとか、でもまあそんなん言い出したらね、全て、ね、そう復帰ってやったはるって言ってるし、そういうふうに感じる、うん、人もいれば感じる人もいるし、何が正しいのか分からへんですけど、なんかこう、見る側もこういろんな、これに対してそういう心理的な角度、はい、自分がこう感じたみたいなね、はい、なんかみたいな、なんかそういうふうに感じるようなこともあって、ね、ただ、さっきも言いましたように、こう、はい、ね、人っていうものに、人の文化ですよね、ある意味、まあ、こうテレビでね、うん、ずっとこれは日本に限らず、世界中どこでもこんなゴシップなんてことはみんなやってますと、はい、でそういうようなことを、まあ、ニュースにして、まあ、言ったら人のことを人がああやこうやいう噂話でも何でもね、うん、そういうふうにしてこう、情報が発信されてるっていうようなね、うんうん、それ一つの、まあ、文化では文化やし、うん、まあ、有名な人はかわいそうですけれどもね、そんなあれは、うん、ね、まあに、まあ、ある意味でも、まあ、表と裏というようにね、うん、まあ、いい評判があればその人の、うん、ね、そのタレントのイメージ商売ですからね、そうですね、うん、まあ、いいイメージ、いいニュースが流れれば自分のそういうタレント価値も上がるし、うん、逆に、ね、悪いダーティーなイメージが、まあ、ダーティーなイメージを逆に強みに される方もおられますけれども、うん、はい、うん、なんかね、考えさせられるような大差やけど、そういうようなね、物の見方もこう、うん、そのある部分ではそういうようなことをね、なんか応援してますって言ってやるようなことじゃないみたいな感情がよぎったんやけども、でも別に毎日そういうようなことをテレビで連日前夜やってるというある角度を変えればね、やってること同じでも一個人がどうのこうの言うのと、まあ、ある種そういうね、ね、ニュースみたいな形で前から届ける内容は同じで、テレビとかそういうような形でね、まあ、言ったらそういうのはもうバラエティにして、はい、お笑いの人とかもね、はい、こう面白おかしく、はい、まあ、その誰々が、ね、離婚したとかそういうようなことも言ってはるんでね、はい、なんかこういろんな角度から見ると なんかね、非常にこういろんな角度で見れば見るほど、頭がこんがらがるというかね、なんかね、そういう風なね、感じもしますね。はい、ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。